さんこんにちは。リポーターの青島理香です。沖多摩のおすすめのラーメンをご紹介する私のおすすめ、今回はここ米沢で山の恵みを感じられるラーメンをご紹介します。それでは行ってみましょう。青島さんがやってきたのは米沢市大町にある鈴木屋。創業から300年を超える老舗。その歴史を物語るように店内には趣ある蔵座敷や、戊辰戦争の時に西郷軍が立ち寄った証と言われている西郷札が飾られています。店主の鈴木さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて今回は山の恵みを味わえる一杯をご紹介いただけるということですね。はい、美山ラーメンといいまして、季節の山菜が乗っかっているラーメンでございます。どんな山菜が乗っているのかとても楽しみです。それではよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お待たせしました。美山ラーメンでございます。わあ、本当に種類も様々な山菜が入っていますね。色合いも緑や白、そして中央には菊のお花も載っていて、ね、彩り綺麗ですね。はい、ありがとうございます。ではスープからいただきます。おいしい。落ち着く味ですね。あっさりとした塩味なんですが、旨味もたくさん感じられます。スープには鶏ガラや豚骨をはじめ、煮干しやアゴ、アジなどを使用。さらに昆布や椎茸で味を整えることで、優しさあふれるスープとなっています。またこの山菜とのバランスもあると思うんですけれども、うん、作る時のこだわりは何でしょうか。そうですね、山菜の味をまた色と壊さないように努めてまいりました。長年研究を重ねてこの味にたどり着いた感じなのでしょうか。そう言っていただければ ありがたいです。やっぱり米沢といえばこの細縮れ麺ですよね。適度なコシがあって、またつるっと入っていきます。喉越しがとってもいいです。使われているのは20年以上同じ製麺所から仕入れている細縮れ麺。細麺ながらも独特の食感と喉越しのいい麺に仕上がっています。次に具材、たくさんの山菜が載っていますね。それではいただきます。歯ごたえもそれぞれいろいろと種類が違うので、とても歯ごたえも楽しく、そしてスープの塩味との相性がとてもいいですね。 ありがとうございます。もうなめこが入っているからか、ちょっとぬるっとした感じのぬめりも感じられまして、ね、またこの米沢のねお野菜であります雪菜も、はいはい、歯ごたえがとってもいいですね。まさに山の恵みをもう存分に感じられる一杯ですね。はい、ありがとうございます。上に乗っている具材も季節によって変わるようですね。そうですね、まあ四季それぞれの具材を集めながら皆様に楽しんでいただければと思っております。これから春の時期は山菜のベストシーズンですが、これからはどんな山菜が出てくるんでしょうか。今日も召し上がっていただいてますように、雪菜とかうるい、こごみ、そして茎たちですか、そんなものをトッピングさせていただいております。皆さんにもぜひこの美山ラーメンで季節を感じていただければと思います。
こちらもおすすめ、カレーラーメン。子供からお年寄りまで幅広い年代に人気のメニューです。さらっとしたカレースープは辛いのが苦手な人でも食べやすい、癖になる味わいです。こちらのお店ではこの他にも定番の中華そばに加え、そばやうどん、丼物も味わえますよ。ここで鈴木屋から視聴者プレゼントのお知らせです。来店時にキャンディーボックスを見たと言っていただくと煮卵をサービス。ぜひこの機会にお立ち寄りください。最後に鈴木さんから視聴者の皆さんへメッセージをお願いします。多くの方々からご支持をいただきまして、300年以上続けさせていただきました。本当にありがとうございます。今後ともよろしくお願い申し上げます。今回ご紹介いただいた三山ラーメン、とっても美味しかったです。皆さんもぜひ食べに来てくださいね。お願いします。お願いします。米沢市大町にある鈴木屋、歴史の詰まった空間で味わう店主自慢の一杯、皆さんもぜひご賞味ください。